ネズミとバケツの話小川未明町裏を小さな川が流れていました川というよりは溝といった方が当たっているかもしれません家々で流した水が集まって一筋の流れをなしているのでありましたネズミは その流れの岸に穴を掘ってもう長い間そのところに住んでいました。ほかのネズミたちがみんな内う々ちうちの天井裏や縁の下などに巣を作っているのにこのネズミばかりはこうして外のこんなむさ苦しいところにどうして住んでいるのだろうという疑いを持たれたのですが。 それには死災のあることでした。この川の淵には至る所にゴミためがあっていろいろなものが捨てられるからではありませんでした。ネズミの食べられそうなものは犬やカラスが先に来て大抵それを食べてしまうのでありましょう。ネズミがここに住んだのは この場所が安全だと思ったのに他なりませんでした。それはネズミがもっと小さかった自分のことであります。彼は他の友達と一緒にやはり町の一軒のちに住んでいました。あるよのことでありました。彼はみんなから離れて一人、 台所へ出てきました。棚の上には大根や芋などがざるの中に入れて載せてありました。また戸棚の中には似た魚や豆などが入っていました。すべてが敏感なネズミの花で分かったのであります。人間は 利口でずるいから気をつけなければならない」と日頃から聞いていましたからネズミは注意を怠りませんでした。彼は音を立てないように戸棚をかじってみようかと思ったがそれよりはまず無難の棚の上にのっている芋を食べようと思いました。 彼はそこへ上がって芋をたべました小さなネズミの腹はじきにいっぱいになってしまいました腹がいっぱいになるともう彼は戸棚の中のものを食べたいなどという欲を起こしませんでしたそれよりかただ一口水を飲みたかったのです 水を飲んで自分たちの巣へ帰ろうと考えながら彼は流しの中へ降りてきました。そこにはバケツがありました。バケツの中には多分水が入っているだろう。彼は注意をしてバケツの縁に上がって中を覗いてみました。 辺りは暗かったけれどバケツの中には果たして水がなみなみと七分目のところまで満たされているのを悟りました。ネズミはどうかして首を伸ばして水を飲みたいと思いました。それはほんのわずかばかりの距離ではありましたけれどこの小さな動物にとっては 容易のことではなかったのです。彼はできるだけ下へ首を伸ばしました。まさしくそれは冒険でありました。しかしいくらしっかりと捕まっていてもバケツの縁は丸くそれに金属で爪の立ちようがなかったからネズミは足を滑らすと同時に 前のめりになって水の中へ落ちてしまいました。ねずみは水の中でもがきました。しかしバケツのふちにはどんなことをしても手足がとどきませんでした。このときバケツはあざわらったのであります。 お前は誰の許しを得て水を飲もうとしたのだ。小さなくせに生意気な。俺の頭の上乗ったりしてみんな罰が当たったんだ。こうなっては逃げようと思っても逃げられるものでない。とバケツは言いました。 ネズミは苦しんでいました。そして水を跳ね返しながら、私が悪かったのです。どうか助けてください。今度からは決してあなたの中に入っている水を飲もうとはひたしませんから。とバケツに向かって頼みました。 けれどバケツは冷淡にカラカラと笑って取り合いませんでした。哀れなネズミは苦し紛れに水を飲みました。体じゅうの毛はすっかりぬれてしまってもはや泳いでいるだけの力がなくまさに溺れようとしていました。 ここまでおよいでおいでわたしがたすけてあげるから」とふいにいったものがありますねずみはこえのするところまでいっしょうけんめいにおよいでゆきましたねずみにこういったのはひしゃくでありましたさあ 私の体につかまってあがんなさい。と、ひしゃくはネズミに勇気づけました。ネズミはしっかりとひしゃくの絵につかまってかきあがりました。そして、やっと父から逃れたのであります。はぁ、あ、ありがとうございます。 震えながらネズミは被釈に礼を言って逃げてゆきました。ネズミは命が助かるともはや家の中が怖くて住んでいる木にはどうしても慣れませんでした。彼はみんなから別れて安全な場所を見いだすために苦しみました。そして 今の,ところ今のところに穴を掘って、ここで暮らしたのであります。彼は今は大きく、そして感慨深い利口なネズミになりました。無事に日を送っているうちに、ここにはからずもネズミにとって困ったことが起こりました。 雨が幾日も降り続いて流れがあふれたからであります。ネズミは穴の中へ水が入るのでそこにじっとしているわけにはいきませんでした。しかたなく穴から出て元住んでいた様子のわかっているうちの縁の下へ行こうと思って 夜になるのを待ってやってきました。ネズミは腹が空いていましたので、早速台所へ来ました。そして流し口から雨戸の外へ出ますと、魚の骨や色々のうまそうなものの匂いがすぐ近くでしました。彼は 頭をめぐらして探しますとそばの古いバケツの中からするのでしたネズミはすぐに飛び上がりましたそしてバケツの中へ飛び込みました今は大きく強くなってそんなことをするのはネズミにとって何でもなかったのであります かれはそこにあったうまそうなものからたべました。そしてもっとなにかしたのほうにはいっていないかと思ったのでガタガタとバケツをならしながらたべるものをさがしました。痛いったいいいたいねずみさんどうかしずかにしてください。 私は体を動かすたびに痛んでたまらないのですから。とバケツは悲しそうな声を出して訴えました。ネズミはその言葉を聞くと哀れになりました。どうしたのですかこればかし動いてそんなに 痛いというのは、とネズミは尋ねました。ネズミさん、私はこの流しに長い間役を務めていました。そのうちに体のところどころが錆びて傷がついてもう水を入れる力がなくなりかけた自分に。 せめんでその傷口をうずめられました。その後もかなりしばらくの間は私は役を務めたのであります。いよいよダメになると今度はここに出されてゴミの入れ物となりましたがもう体中が痛んでしまい少し動くと せめんをつめたところがかけて、いたんで、いたんで、たまらないのでございます。と、バケツはこたえました。ねずみはそのはなしをきいて、このバケツはじぶんのこどものじぶんに、みずをのもうとしておちたときに、まだピカピカひかっていばっていて、 無情であったのだということを思い出しました。しかし、このネズミは利口なネズミでありましたから、今、こんなふうになってしまったバケツに対して何も言いませんでした。ただ、心の中でその末路を憐れんでいたのであります。それは、 お気の毒のことです。私はすぐにここから出ますから。と言ってネズミはバケツの外へ飛び出して、時にバケツさん、昔あなたと一緒であったヒシクさんはどうしましたかと聞きました。あのヒシクですか。 あれは、私よりももっと早く、あまり体を使いすぎたために、頭が取れて、役に立たなくなってしまいました。人間は、そうなると、まことに冷酷なものです。その朝、被尺をどこかへ捨ててしまいました。しかし、 ひとごとでありません。私がそうなるのも近いうちです。と、バケツは全く前の元気はなく、悲しそうに言いました。ネズミは自分に親切であった被尺の最後を聞いて、胸がいっぱいになって、ものを言うことすらできませんでした。 その時、何とも言えぬ、うまそうな匂いが、どこからかしてきました。ネズミは、急に鼻をヒクヒクさせました。あの、うまそうな匂いは、どこからするんだろう。と、あちこち、見回し始めたのです。ネズミさん、 油断をしてはいけません。昨日の昼間、人間がネズミ取り薬を食べ物の中に入れて、その辺にまいたようですから。と、バケツは言いました。ありがとう。そんなこととは知らないものですから。食べたら大変でした。と、ネズミは言って、 お礼を申しました。たとえ利口なネズミにせよ、それを悟るはずがないからでした。ネズミさん、そればかりではありません。毎よ、今自分、猫がやってきますから、気をつけなさい。と、バケツは教えてくれました。ネズミは、 このうちの付近に住むことの危険をつくづくと感じました。そして、やはり自分は、あの溝の淵に帰る方がいいと思いました。ちょうど、雨は晴れて、空には月が出ていました。バケツさん、どうぞ、ご機嫌よう、おらしなさい。 ネズミは別れを告げて、再び寂しい町裏の方を指して出かけました。彼は道すがら、昔の敵であったバケツが、今、年をとって優しくなったのを寂しく感じました。おしまい。